カブス鈴木誠也選手、左脇腹の損傷により出場予定を断念。侍ジャパンに大きな試練が訪れた。カブス鈴木誠也外野手28が25日日本時間26日、左脇腹の張りを訴え、4番右翼で出場予定だったジャイアンツとのオープン戦の出場を開始した。球団は26日同27日に MRI 検査を行う予定。日本代表の中軸として期待されていた3月のワールドベースボールクラシック WBC への出場を辞退することが極めて濃厚になった。ニック・フランジェラヘッドトレーナーと話し合った後、クラブハウスに引き上げ、球団は左脇腹の張りと発表した。MRI 検査を受けることになるが、週末なので検査結果が出るまでに時間がかかるかもしれないとチーム関係者。鈴木はトレーナー室で約2時間半の治療を受けた後、通訳が運転する車で施設を後にした。ああ、どうすんのこれ。WBC の被害者がまた、他に候補おらんのか。しかもとかな。エゴシでええやろ。脇腹痛いらしいがなんでコルセットつけてたの骨折れたんか？コルセット？普通にヤバそうで草。カブスからしたら最悪やな。福留の倍近い値段で取って、1年目微妙で2年目には増量してきたと思ったら、オフに WBC 出ようとして怪我とかし軽臭すぎるわ。しかも福留と違って日本のファンは一末にはなれず、福留超えるかも怪しいって評価やったのに、マジでメジャーのスカウトは何を見てるんやろか。吉田と鈴木でまた目を覚ますんやろな。こいつ抜きで優勝できんの？こいついると空気悪くなるしいいよ。補充はよ。急な肉体改造で嫌な予感した人多そうやな。外野不安定すぎるのさすがにヤバくね。シップ貼っとけ。でかい体疲労しただけで草ボディビルダーかよ。筋トレバカの末路。ワイ外野手の出番かしょうがないんごねえ。メジャーでも大した成績残してないくせに。やっぱりヌードバー必要やな。まあまるでええやろ、センター守れるし。年俸20億という事実。こいつに20億払えるほどメジャーって金余ってんの？見た目だけトラウト。もう打撃は諦めて守備固めジャパンにしろよ。外野は吉田、ヌートバー、近藤で決まりやな。一冬で10キロ増はただのデブ。今年も給料泥棒な守備疲労と打撃成績と出場試合数になるわ。初戦はスローボーラーと箱庭球場だらけのセカンドリーグの選手。いや、一冬で10キロ増はただのデブやな。チャンネル登録よろしくお願いします。